皆さんごきげんよう。いや、最高の天気ですよ。ここ最近ずっと雨に降ったりとかね、天気がすごく悪くて、ずっとこうバイクに乗れなかったり乗れたり乗れなかったり乗れたりみたいな、まあ乗れなかったりしたかな。でそんな感じが多くてですね、そうそう、ちょっとこれ今日新しくね、可愛いでしょこれ、どうですか、バイザーをねちょっとね、新しい1個ゲットしたもんで、今それをねこうやってつけて走っとるんですけども、これクロッカーミレットさんで買えるんですけど、いろんな色あるんで皆さん、これ僕のはこれクリアかけるチェッカーの感じなんですけども、結構今ね巷で話題の知る人ぞ知る可愛いカスタムバイザーになってますんで、でおそらく多分これねオーシャンビートルのバイザーだった気がしたんですよね。確かビートルのヘルメット、それこそまあなんだろうな、 MTX とか BTR とかショーティーとかその辺とかにつけるのが多分まあいいんでしょうけど、これ僕 EX0 に今普通につけてますけどね、多分ボタンここ3つあるヘルメットだったら多分何でもつくと思いますよ多分これね。ちょっと気分を変えてね今日こっちで来てみました。可愛いでしょ、なんかファッション性があるよね、なんかこういうやつはね。いつもつけてるバイザーは省エネのまあ純正のバイザーなんですけど、マットブラックっていうかあの黒で、まあ、言うてしまえば何の面白みもないバイザーですけど、まあ、あれはあれでこうねなんか武骨さがあってかっこいいっちゃかっこいいんですけども、ビートル用なんで EX0 につけるとちょっと小ぶりではあるんですけど、その小ぶりな感じがなんかねひょこっとしてて可愛いというか、そしてこのカスタムペイントね、いいでしょこれ。フロックとか書いてあるしね、どっちだっけ、フロックビバだっけ、ビバフロックだけど忘れましたけど、そうそうそう、これおすすめっすよ。なんかいろいろ本当なんかチェッカーだけじゃなくて、なんかグラデーションになってるやつだったりとか、あの僕のはこれクリアですけど、なんかブラックとレッドの、チェックとかいろいろあるんで、自分のヘルメットに合わせてジョージさんの方にお問い合わせしてみてください。まあお問い合わせ先のインスタグラムといいますか、ジョージさんのインスタはまたあの動画の概要欄に貼っときますんで、まだフォローしないよって方はねぜひフォローの方もよろしくお願いします。というわけでまたガラッと話変わりますけど、今日は皆さんのねお待ちかねのマフラーですよ。このワイパイプというかこのエビ缶って言ったらいいんですか、こういうマフラーにね、まあ、最近変えまして、実はね、まあ、まだ動画見てない方もいらっしゃるかもわかんないですけども、なんで音聞かせんのやみたいな、さっさと音聞かせんかいみたいなね、まあ、そういった声が結構多くて、まあ、そりゃそうなるわなと思ったんですけど、いやこれにはね結構いろいろな訳がありまして、今これねちょっとねどうですかこれ、普通に普通に聞けてる音だと思うんですけど、あのこれ実はねこのマフラーね、あの大体の方気づいてるかもしれないですけど、ただの鉄パイプなんですよ。そう、鉄パイプをただ溶接して、まあ、こういう形にしてるだけのパイプなんですよね。なのでね端的に言うとまあ直感ってわけですわ。その直感排気がですよ、この 1200cc のね、アメリカ製の 1200cc のエンジンの直感排気っていうのが、まあ、このマフラーの短さですかね、このショート缶の短さで、かつ、まあ、形状見てもらえれば分かるんですけど、真下に出てるじゃないですか、僕の耳の真下にね、この耳の真下にまあ直感排気されてると。で音っていうのはね反響したりこう返ってきたりしますから、地面にね排気されたこの排気音がまんま自分の耳にね返ってくるんですよ。さすがにねバンス缶っていうと、まあ、結構現行モデルのなんていうのかな、ハーレーのマフラーの中では結構うるさい方、に入るとは思うんですけども、そういったマフラーをつけてたりとかいろいろこうなんだろう爆音耐性がついてた僕なんですけども、さすがに無理でしたね、走れたもんじゃなかったです。本当に直感の音をねちょっと聞きたかった皆さんもいらっしゃるかもしれないんですけど、ちょっとさすがにねうるさい、うるさいよあれは。とてもじゃないけど乗ってられなくて、これ今バッフル僕自分でカッコつして入れてるあるんですけど、あのバッフル入れた音だろうが直感だろうが多分動画になっちゃえばあんま分かんないとは思うんですけどね、分かんないとは思うんですけど、とてもじゃないけど本当に乗ってらんなくてですね、本当に乗ってらんなかったんですよ。いやマジで10分15分ぐらいこう街中をさ思想でちょっと一回走ったんですよね、これマフラーつけてから。あの後マジで無理だったもんな、本当にうるさくて、もう真面目に何だろうね10分15分ぐらいの思想で本当に耳がちょっと難聴になったというか、本当にそのレベル、そういう経緯がありましてですね、ちょっと動画の中で映せないなとこれはと、さすがにちょっと無理だこれってなっちゃって、泣く泣く全部フルカットしたんですけど、
あ、今ね一応落ち着いてこうなんだろうバンスカーンぐらい、まあ、バンスカーンよりもしかしたらね今ちょっと音静かめになってるかもわかんないですけどね、結構そこそ こう聞ける感じの音になりました。どうですかね、結構バンスカーンとはまた違ったね音を奏でてると思うんですよ。なんだろ、バンスカーンは結構重低音がこう響くような、うん、ショートショットに関してはすごく重低音な感じのね、音だったと思うんですけども、それに比べればちょっとまたこう軽く、なんだろ、軽い音というか甲高い音っていうとまたねあれがありますけども、なんか 音のなんだろうな、こう歯切れがすごく良くなったっていうか、これ乗ってると分かるんですけどね、うん、外で聞いてるより乗ってた方がねすごく、音的には分かりやすいんですけど、どうですかね。はい、まあ、こんな感じの音ですね。まあ、音量的に言うとどのぐらいになるんだろうな、本当バンスの、まあ、ショートショットと同じぐらいか、ショートショットより気持ち静かかなぐらいに、うん、まあ、なってるかなと思いますね今はね。このバラバラ音って言ったらいいんですか、こういうバラバラ音がなんか今までのショートショットよりもなんかはっきりしっかり聞こえるようになったっていうかね、動画だとちょっと伝わるかどうか怪しいですけども、なんかほんと乗ってるとすごくこのバラバラ感がねなんか、うん、すごくダイレクトに聞こえてきて、音もそして乾いた音なんで、すごくなんか乗ってるとこっちの方がねマジで気持ちいい音はしてくれますよ本当に。まあね、なんか今のとこなかなかつけてる人も多分そんないないでしょうからね、まあでもかっこいいですからね形的に全然ね。で、あのこれ思ってる以上にね全然熱くないですよこれ。皆さんね、まあ僕もそう思ってたんですけども、皆さん結構そのなんだろうな、これ足のね横で排気されるもんで、結構なんか皆さん足がね熱そうとか、まあそういったねコメントねいただけたんですけども、なんか思ってる以上にそんな熱くはないですよ、うん、思ってる以上にというか全然足にまず当たらないっすね排気がね。さすがにハーパンとかで乗ったら話は別かもしれないですけども、全然普通にこうやって長ズボン乗ってる履いて乗ってる分には全然なんか、まあさすがにそのこの排気の方に足をこうやって持ってったら、まあ、バラ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 ねその排気の圧を感じますけど、こうやって普通に乗ってる分にはそもそも足が当たらないから、まあ、熱いっていう概念はそもそもがないですね。うん、いつも髪切ってもらってるチョップラック、はい、代表のクニさんです。いつもありがとうございますじゃぜひ、まあ、いつも僕が髪切ってもらってる卵と仲間で言うと俺と卵ぐらいですか、でも着てんの、フェードにしてんだからその2人しかいないですからねそもそもなんでうちらが髪切ってもらってるのはいつもここですね、チョップラックバーバーショップ。ちょっと見えるかどうか分かんないですけど、いや本当ありがとうございます。でちょそこに多分ある、後でちょっとバイクも紹介させてくださいありがとうございます。じゃすいません、ありがとうございます。